左側フェンス板見えてます。周り二重で囲って殺戦ポイントの電圧で電気を通して園内の熊このフェンスが一番つかないように安全のために工夫をしたんです。今ねこうゲート開きましたけれども前の方バスの出入り口でもって左側がコンクリートの壁のところ遊歩道の出入り口に立っています。白と緑のフェイスが見えてますけど、この壁を利用してヒグマと他の動物との比較で背の高さとか体重、走る速さなどを表示しています。気づいた顔がね、今見れなかったから。今はね、パッケージも白く見えてますけどもね、生活しやすい、過ごしやすい気温っていうのは4度から7度ぐらいって言われているので、暑い日よりは今日みたいにと涼しいより寒いですね。雪の方がヒグマにとっては非常に、ね、過ごしやすい、ね、もう四つ足の状態で開口と言って前足の足元から肩まではだいたいね1メートル20センチぐらい。今ぐるっと回ってあのもう一頭の方に、ね、近づいてみますよ。左に動きます。止まっていてください。この熊はね顔とかお腹とかね、結構三角で走っています。あのゆっくり見てこのバスで帰らなくて、ちょっとあのバス利用することもできます。立った？立ってる。2メートル。遊んでるの。すごい。